はい、今ねちょうど1個目の途中まで来た。まだまだ全然あるんですけど、射的を見つけました。で、この後ろの彼が挑戦したいって言ってるんで、どうなん、取れるかな。で、1番が特徴がペアチケットと効果ディナーペアチケット。お待ちのお客さんいらっしゃる。やるの？やりません。やんないんかい。おい、やると思ってたの、待ってたのに。なんで？やばい、ちょっと待ってください。もう一回ちょっと時間ください。はい、なんで？USJ ペアチケット。はい、ペアチケット。はい、僕射的大好きなんです。おー、いいじゃないですか。やっぱりやりません。やんないんかい。チケット買ったらチケット買う。いくらでしたか？300円です。で、何粒？3粒。3粒。あ、それで。そんなの来るわけないじゃん。はい、3粒ですか？3発です。3粒。はい、3粒です。これはどれ当てればいいですか？まず10のレバーをカチってなるまで引いてもらって、で、弾を詰めて打ってください。はい、で、的の裏にシールが貼ってあれば当たりです。貼ってなければ外れる。まだ見えないんだね、それは。そうです。なるほど。やってないんじゃないですか？入ってます、入ってます。でも特徴は1個しかない。あら、1個しかない。おー、じゃ頑張って取ってね。はい、あれあれ、神の溝知る。いけ。老眼だからな。もうそうなの？豚じゃん。老眼だったら近くが見えないだけじゃん。楽しい。射撃が楽しいわ。まず物に向かって撃つという行為が楽しい。最後の一発は俺。台が壊れるって。そんな考える、潰れてるし。4メートル高さ、身長が4メートルだよな。最初10のレバー引いていただいてから。パチコ、あ、惜しい。すごない？惜しかった。その10のそんな伸ばす、伸ばしすぎだ。浮いてるもん。かそうね、前かそうね。パチコ、惜しい。残念。残念でした。ありがとうございます。もう一回やろう。もう一回やるんだ。飴もらえるみたいだよ。お店に1000円ぐらい払えば教えてもらえるじゃないですか。どうぞ。だってよかったらまた来てください。はい。そんなトラディショナルなスタイルで、軍人スタイルで、新進系は片手でこう、片手でこう。そうっす。あ、ちょっと待ってください。いいですよ。これでやりましょう。お、あ、これは出ます。あー、なるほど。出た。これそれがあるとないと違うから。背びれの言われるお客さんが結構いるの。なるほど。スナイパースタイルだったらそっちの方がいいか。背びれの有無がね。落とした景品取ってくれよ。俺をディズニーに連れてってくれよ。ダメだな。おいおいおい、話しかけてんだよ。一緒に来たんじゃないか、俺たち。ここまでさ。はい、今ですね、2個目のそこに来ました。ここにね、バケツ2本あるので、また彼が挑戦して取れ高を作ってくれそうなので楽しみですね。ここはイアンの近くだからね、こう何か買い物とかあってもここに来てもいいかなと、そこに来てもいいかなと思いますけど。明日からうまいよ。うまいよってこと？ああ、なるほどね。やめてね、それだけは。え？チケットとかのところは赤になります。いやいやいや、赤、はい、赤か黄色か青。残念でした。というわけで次はポンにチャレンジしたいそうです。USC のピアチケット本当に入ってんのかよ、これ。ここのバケツに入ればいいんだ。うん、入んのか、これ。ほぼ垂直だけど。それがいいみたいな、それがいいみたいなのあるよね。うん、それが。まあね、ただ入れるだけじゃね。さあ、次こそ入れてくれるでしょうか。何球？3球じゃない？1球だな。あ、3球だ。5球でいきます。あ、5球で。めちゃめちゃホスピタリティ高いじゃないですか、5球。それで何個入るか。さっき射撃3発しかなかったからね。うん、分かった分かった。今日最高3球入ってるんで。最高3球入ってるから、準特徴だ。
とりあえず入れてから考えようか。入れてから、ね、どう投げるのがいいですかね、はい、どう投げるのがいいですか、ね、一応バウンドさせる、これ結構バウンド跳ねやすいやつと、これが跳ねにくいやつ、ほうほう、跳ねにくいやつを進めていただいて、あの跳ねやすいやつはバウンドさせていただいて、バウンドいいじゃん、バウンドでもいいです、うん、マジで入れな、こう入れちゃいな、じゃあいっちゃうよ、うん、びっくりした、いやセンスある、1個じゃただのラッキー賞だ、はい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 、掴めてきた、うん、強っ、あ、バカ絶対入れって、ほらこのノーバウンドね、気づけばもう1球です、時間経つの早、早、浦島太郎効果、はい、さよなら、あっす、うまいことないキャベツ太郎、もういいえ、オーイエー、すごい見られてるね、見られてるね、エンターテイメント、よくできてるわこれ、よく見ときな、学びな、こっから、はい、おい、何だったんだろう、すっごいキャベツ太郎ばっか増えてくるありがとうございました、すっごいキャベツ太郎増えてくる、ここはドリンクがペットボトルって500円するので、200円、あ、200円するので、富士5合目か、500のペットボトルが200円するので、富士8合目か、まあ確かに高いけど、ここであっち見ておいて決めたいと思います、ゲーム性を兼ねてね、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほい、うざドアマン、クソ野郎、はい、今第3セクションにつきまして、ここはね、またさっきの第1セクションと同様、まあホール3か、あの普通にバーンとか車でこう皆さんが出品してて、それをまあフリーマーケットとして出してるっていう感じですね。気をつけてほしいのは、はい、かわいいフィギュアみたいなのは大体の精液がぶっかけられてますから、は？何言ってんの本当に、そういう あれじゃない、怖いんですけど、あ、これ買ったことあるな、ディーゼルとかプレート、ビートルズ、うん、いいね、アメリカンの感じがいいね、何か買いましたか、そうだ、まだ、あ、ハイザラ買いました、それ僕にですよね、ありがとうございました、はい、何かこのホールには果てしないよね、果てしないんですよ、まだまだありますから、何かこう3つあるんで、ね、光るものが、そう、あれば回るだけで本当にもうね、そうだね、もう、ま、メッセを歩いてて思えないぐらいの、もう取りこぼしありまくりまるもんね、ありまくりまるもん、ありまくりまるもん、結構こう、掘り出し物の CD とか、こういう靴なんかも結構あるので、ぜひいいと思う、欲しいものがあればね、僕は何を買ったかは後で発表したいと思います、見て、ほら面白い、でもビレッジヴァンガード的なのに惹かれちゃうよね、やっぱりね、どうしてもこう特殊な、何それ、でかい扇風機、え、切れた、デザサー切れた、面白い、店員さんもなんかおしゃれだし、今日は5月3日なんですけど、5月5日に今回はアーティストが来るらしいです、だいたい毎年来てて、そこで知るアーティストとかも結構いて、まあツイッターフォローしたりとかあったんですけど、今年は5日のみで、吉本坂46とか、まあその他いろいろなアーティストが来るらしいです、でまあ今回はね、結構こう、まあ今回っていうか、まあいつもそうなんですけど、こう骨董とかそっち系のものが多くありまして、でまあ好きな人にとっては本当に好きというか、フリマが好きな人にとってはいいかもしれないですね、まあ今回ゴールデンウィークで来ましたけど、そのうちまたね、ちょっと違ったフリーマーケットなんかも行ってみたいなと思ってます、洋服とかも結構安く、でも CD とかもあるんで、そういうのもいいかもしれないですね、レアなものがあるかもしれませんよ、こういう焼き物とか、彼は CD が好きみたいなんで
あのエプロンつけてるから何回かすいませんって間違えられて声かけられたらしいです。店員と間違えられて。開けますよ、出て。筋トレやめちゃったんで。あー、本当ですか。どうぞ。これもともと1個しか持ってなかったですか。もう1個大きいなったんですけど、持ってくの大変だったから置いてきた。あー、そうだったんですね。はい、というわけでですね、今日のフリーマーケットが終了して今帰り道です。で、今日はですね、僕たちが何を買ったかというのをですね、まあ本当だったらもうちょっと明るいうちに言いたかったんですけど、ちょっと暗くなってしまったので、急遽ですね、車中で撮ることになりました。宣伝品ってことですね。はい、まあせっかくね、広いスペースもあるので。いや、たくさんありますよ、僕も、はい、今日買ったのがこちらの花ザイラです。まずね、1個ね、すげえ重たい大理石でできてるようなやつ、めっちゃもうこれ持って歩くの超大変でした。で、これ50円なんですけど、あの彼がプレゼントしてくれました。アザスって感じですね。で、もう一個がこれなんですけど、これ何だと思いますか。わかんない。これですね、ジェットグナイフ。ジェットグナイフじゃないんですね。これをこう広げるとハンガーになるよというね、ちょっとおしゃれな。これは800円でした。1000円だったのを200円にして、200円じゃない、200円に負けてもら、200円負けてもらって800円で購入しました。かわいい、それかわいいね。聞いてみるもんですよね。で、お次に見せたいのがこれか、もうやけくそっていうかね、こういうちょっと韓国語のフレーズ集、元1000円するやつなんですけど、これを50円で買いまして、結構ね、勉強っていうか、まあちょっとしたね、こう韓国行く時とかこれ持ってったらもうバッチリだろうっていうようなのを買いました。で、これで3個目。で、4個目がまあこれはちょっとあれなんですけど、まあ太志くんがね、一生懸命頑張って景品を取ろうとやってくれた、まあ残念賞ですね。が、僕もともとね、はい、うなぎはうまいんですよ。ここのサムネイルがある、豊島園編では、うん、一撃で、どうすんなおい、一撃では、俺出さすなよ、一撃で、編集大変なんだから取れてるんで、それご参照ください。その自信のもとやって、2000円ぶっ込んで、取れたのが、はい、はい、このお菓子たち、キャベツ太郎とか、もう何個か入ってる、4つぐらい入ってるのかな、はい、っていうのが、彼の戦利品と、食べれないでしょ、しかも僕食べれないの、糖質制限で。うわ、糖質制限してるんですか。はい、だそうです。これは僕が10円で買ったのをプレゼントした唯一ってもう言っちゃうんですけど、最初から彼今回これだけです、買ったもの。ちょっと待ってくださいよ。え、まだあるでしょ。あ、そっか、唯一ね、買ったって言ったのはちょっと、まあもうちょっと待ってくださいね。はい、じゃ、これがまあ僕たちで言った4個目5個目かな。で、次がこれだな、今日の大当たりはこれです。ジャンベ、皆さん知ってますか。このアフリカとかで使われてる楽器なんですけど、これね、だいたいまあ物によるんですけど、高いのだと何万とかするようなやつなんですけど、結構まあ売ってくれた人が、そう、使ってたみたいで、700円で買いました。これはだいぶお得ですね。また楽器が一つ増えました。は、はい。で、今の貸して。で、僕実は T シャツを買ってたんですけど、ちょっと、なんだろう、パンチが強い。こういう T シャツです。これ1000円だったね。生地がなんか別にいいなと思って、テロテロしてていいね。そう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 、夏とかもすごい生地がいいので買いました、はい、まあ、まあまあまあ、買ったのはこれぐらいですかね。で、最後に本当に最後のセクション入っていったぐらいで、まあ、1個おっていう目が引くものがあったんで、買ったっていうか、まあ、なんというかね、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、もらったものがあるんですよね。マージューの袋に入ってたんですけど、いきますよ、これです。鉄アレーあれー5キロ。いや、マウジーの袋に入れるな。マウジーの袋びっくりするだろ。マウジの袋、いや、私これこういうのじゃないんですって。ギャル服なんです。
マルチの袋想定してないよ、5キロの鉄割り入んの。そうだね、案の定破けたし。そう、案の定破けちゃったんですけどね。本当ありがたかったね。そう、これはもうネタとしてありがたいものでしたね。本当に無料でもらいまして、その時も撮ってるんで、ね、はい。そう、次回の動画はこの鉄アレを鮮度で溶かして自分の好きな剣を作る。これ鮮度で溶けんのかな、鋳造をし直して。いやもうね、これはね、ネタ以外の何物でもなかったですね、買った瞬間は。まあこれぐらいですかね、今回は。統括として、まあ、締めとしては、まあまあまあ、若い時はいろいろ買ったりしたんですけど、結構大人になってから結構買うものが変わってきたなっていうのと、ね、なんかやっぱこう現実的にこう生活に必要かとか、そういうのなんか利便性を考えちゃうよね。うん、うん、そう、切ないな。大人になってしまったのだね、私たちも。どうやら。そうだね。まあおそらく、まあ来年ね、もし来れたら来るかもしれないですけど、まあ皆さんもこれ見てる方も、もし興味があったら行ってみてください。ああ、超楽しいですよ。そう、楽しいのは楽しいんで、やっぱでも疲れるね。半分ぐらいでも結構もうこれ以上は一回座ろうみたいななるんで。あと駐車場はすっごい混むから、本当に朝10時スタートとしても、はい、本当に朝9時には遅くとも、うん、幕張のその周辺にいないと厳しいかもしれないですね。あ、9時めちゃめちゃ混むんで、僕らも駐車場うんぬんだけど1時間近く待ったんで。そうだね、そこだけアドバイスで、はい、はい、そうだね。もうあとはもう電車で来い、もう苦じゃなければ、まあ、そうだね、お荷物が、うん、でもやっぱりね、もうでも電車で来たが最後、めちゃめちゃ好みの物質像が欲しくなったら終わりですからね、やっぱ。ああ、そうだね。まあレンタカー、まあちょっと今回はゴールデンウィークってこともあってなかなかね取れないこともあったかもしれないけど、恋をして今来れてよかったと思います。無事に、はい、東京に帰りたいと思います。はい、というかで感じ大丈夫でしょうか。 See you, bye man! じゃあねー。